スポーツ心理。普段みんなはどんな時にストレスを感じるかな？ストレスを受ける場面としては、主には日常生活とスポーツをしている時に分けられるのではないでしょうか。日常生活では、例えば課題や時間に追われている時や、毎朝の通学時間などが挙げられるかと思います。また、スポーツをしている時では、試合や練習で思うようにうまくいかない時や、練習がきつい時、または怪我をしてしまった時などが挙げられるかと思います。そしてそれ以外にも、2つの場面に共通のストレス要因として、何かしらへの不安や周囲との対人関係などが挙げられるかと思います。このように、私たちは日々の様々な場面でストレスを感じてしまうのではないでしょうか。一般的には、これらのストレスが強かったり、長く続いたりして、コントロールできなくなってしまった場合には、不安や胃痛などの心身に不調をきたすこともあれば、極端な場合には、うつ病を発症してしまう可能性もあり、さまざまなパフォーマンスが低下してしまいます。しかし、ストレスを受けた際に対処法を知っていれば、その原因を回避したり、克服したりして軽減することができ、さらにはメンタルを成長させられる可能性も秘められています。そこで、ここからはストレスをコントロールするための方法を大きく3つ紹介していきます。まず1つ目は運動です。みんなには授業の初めに100マス計算とウォーキングを実施してもらいました。みんなの中には100マス計算中は苦痛だったけど、ウォーキングをしてみたらストレスが和らいだという人もいるのではないでしょうか。実はこのように日常生活でストレスを感じ、不安や気分が落ち込んで何もする気になれない抑うつ状態の時には、運動をすることによってストレスが軽減できるということが分かっています。今回みんなにはストレスを感じてもらった後に有酸素運動をしてストレスを軽減させるという体験をしてもらいました。また今回のように有酸素運動だけでなく、筋力トレーニングのような無酸素運動やストレッチなども有効なので、日常生活でストレスを感じた際にはぜひとも運動を取り入れてみましょう。次に、対人関係や物事がうまくいかず思い悩んでしまい、自分はダメだと思ってしまうことはないでしょうか。そのような時には対処法2つ目のリフレーミングです。まずはコップの中に水が半分入っているのを見て、みんなはどのように思うかな。もう半分しかないとネガティブに思った人もいれば、まだ半分もあるとポジティブに思った人もいるのではないでしょうか。同じようにスポーツの場面で考えてみましょう。サッカーの試合で自分のチームは1対2の劣勢状態で、試合時間が残り5分となりました。そこでみんなはこの残り5分というのをどのように捉えるかな。もう5分しかないとネガティブに捉えた人もいれば、まだ5分もあるとポジティブに捉えた人もいるのではないでしょうか。実はこのように物事というのは、見方によってネガティブに捉えることもできれば、ポジティブにも捉えることができ、この捉え方次第では考え方や行動に大きく関わってきます。そしてこの物事の見方、つまりフレームを変えてあげることをリフレーミングと言います。それなら、ネガティブとポジティブのどちらで物事を捉えたらより良いのでしょうか。答えとしては、
ポジティブに捉えた方がパフォーマンスにとってはプラスになります。なぜなら物事をポジティブに捉えた場合にはやる気や動機づけが高まるためです。逆に物事をネガティブに捉えた場合にはやる気や動機づけの低下のみならず不安や焦りも生じてしまい行動力やパフォーマンスを低下させてしまいます。そこで日常生活やスポーツ中のネガティブな場面に対してはこのように発想の転換でポジティブに考えてみることが重要です。それでは具体的にリフレーミングの例を紹介します。まずは日常生活で考えてみましょう。次のような場面ではどのようにリフレーミングができるかな。テストの点数が30点で自分は勉強ができない。自分は何をするにも臆病な性格だ。通学時間が1時間もかかる。それぞれリフレーミングしてみるとテストであと70点分の伸びしろがある。自分は物事を慎重に丁寧に取り組む性格だ。通学時間の1時間は有意義に好きなことができるなどにリフレーミングできるのではないでしょうか。みんなはどのようにリフレーミングしたかな。次はスポーツ中の場面で考えてみましょう。次のような場面ではどのようにリフレーミングができるかな。大事な試合まであと1ヶ月しかない。走り込みの練習は疲れるから嫌だな。あの人のように自分にはうまくできない。それぞれリフレーミングしてみると試合までまだ1ヶ月も練習できる。走り込みをすれば体力がつくから頑張ろう。あの人も同じ人間だから練習すれば自分も上手くなれる。もしくはあの人とは違って自分には自分の強みがあるなどにリフレーミングできるのではないでしょうか。みんなはどのようにリフレーミングしたかな。特に3つ目の例では他人との比較をしてしまいましたが、他人がどうこうと他人軸で考えるのではなく、金子みすゞさんのみんな違ってみんないいという名言のように自分自身の成長や強みに目を向けて自分軸で考えてみましょう。またリフレーミングした考えは心の中で繰り返し唱えてみましょう。そうすることで自己肯定感が高まり、やる気や動機づけも高まります。それではここからは実際にみんなで日常生活やスポーツ中に大変だったり辛かったりすることを書き出してそれぞれリフレーミングしてみましょう。もし言い換えるのが難しい場合にはインターネットでリフレーミング一覧と調べたり、お笑いコンビのペコパの漫才から学んだりしてみるとヒントが見つかるかもしれません。それでは最後にストレスへの対処法3つ目の緊張状態やストレスを和らげるための身体リラクセーション技法について紹介します。みんなの中には緊張しすぎて体がガチガチになったり、ストレスにより首や肩周りが凝ったりした経験はありませんか？このように人はストレスを受けると心だけでなく体にも緊張状態が生じてしまいます。そうなると日々のパフォーマンスの低下だけでなく怪我につながるリスクまで生じてしまいます。そうならないためには自分で心身のストレスや緊張状態を和らげることが重要となってきます。そこでここからは自分でできる2つの身体リラクセーション技法をみんなに体験してもらいます。それでは1つ目は最も基本的なリラクセーションスキルである呼吸法です。
やり方はまず、仰向けか座った状態で大きく吸って、ゆっくり長く吐きます。その際には、吸った時にお腹が膨らむように腹式呼吸をし、吐く時間を無理やり長くせずに、吸うと吐くを1対2から3の割合で行います。これを練習として、1回あたり5分実施します。ポイントとしては、吐く息の量はできるだけ一定になるように心がけます。もし吐く息の量が一定かどうかを確かめたい場合には、あーと声を出してみると分かりやすいでしょう。うまくできるようになると、吐くときに力が抜けていく感覚が得られ、次第に吐く時間も長くなっていきます。さらに、十分に練習を積めば、緊張した時に 1,2 回意識的に呼吸をするだけでリラックスできるようになり、普段から自然にそれができるようになると、いつも落ち着き感を持つことができるようになります。ただし、この呼吸法は力を抜こうと頑張りすぎないように気をつけましょう。そして、取り組んだ後は体に力が入らず転んでしまう可能性があるため、立ち上がる際には必ず、手を握ったり開いたり、また肘、膝を屈伸させて体に力を入れるなどして消去動作を行ってください。身体リラクセーション技法の2つ目は、自分の力が抜けた状態を覚えるための全身的筋弛緩法です。やり方は共通して、座った状態で筋に5から10秒間力を入れた後に力を抜いて30から60秒程度力が抜けた感じを味わい、これを何回か繰り返します。例えば肩の場合には、両肩をぐっと上げ、耳まで近づけて5から10秒間緊張させたら、今度はストンと両肩の力を抜き、力が抜けた感じを30から60秒程度味わい、これを何回か繰り返します。また、手の場合には、両手をぎゅーっと握りしめたら、今度はゆっくりと広げて力を抜き、力が抜けた感じを30から60秒程度味わい、これを何回か繰り返します。このように、全身的筋弛緩法は、体の様々な部位で取り組むのが望ましいですが、時間の都合で一箇所だけやるとしたら、この肩の引き上げをしてみましょう。ただし、この時も取り組んだ後は体に力が入らず転んでしまう可能性があるため、立ち上がる際には必ず手を握ったり開いたり、また肘、膝を屈伸させて体に力を入れるなどして消去動作を行ってください。ここまで身体リラクセーション技法を2つ紹介しましたが、その他にも様々な身体リラクセーション技法があるので、自分に合ったものを探し、心身のストレスや緊張状態を和らげる際に活用してみましょう。